げちゃう。エイメイマンダリンパイレーツにいるんですけど、僕のちょっとだけね、1日だけを紹介します。エイメイマンダリンパイレーツっていうのはみんな寮に入ってるんですけど、僕は寮に入ってません、違うところで家に住んでるんですけど、まずご飯が朝昼晩と出ないんですよね。で、出ないんですけど、自分でこう弁当を作らないといけないんで、僕そのインスタにとかフェイスブックとかに上げてるんですけど、まあ多分主婦の皆様とかも見られてると思うんですけど、ご飯を弁当を作るとその、残ったので朝飯とかあるじゃないですか。それを僕してます今ね。食べたい、はい、絶対食べたくないでしょ。食べたいから持ってきてここで紹介してくださいよ。それはどうかな。で、その弁当を昼に食べて、でまた夜帰ってきて食べてっていう、エイミーアイランドリーグっていうのはバスで例えば徳島まで行くのに3時間半かかったり、まあ、高知県だったら2時間かかったりって結構なあれなんですよね。だからビジターっていうかホームゲームじゃないビジター行くのでも11時ぐらいに出発してナイター終わって帰ってくるのが1時とかそれぐらいになっちゃうんですよね。1時1時半ぐらいになっちゃうんですよ。でまた次の日のデーゲームって言ったらもう寝る時間1時間か2時間ぐらいしかなく、その中で洗濯もしないといけないし、で朝からなんかこうまた弁当も作らないといけないって、まあお母さんですね。お母さんでもそんなに寝るしかないとはいないでしょ。だからもうすごくどう言ったらいいかな、もうあれしてますね、頑張ってますねそこは。だから洗濯機とか回す時にやっぱり僕洗濯とかしたことなかったんで、近くのドン・キーホーテに行って柔軟剤をこうね、この格好でね、この風貌でこうやって匂ってたらすげえ変な人に見えるちょっと危ない感じがありましたけど、うん、ちょっと怖そう、はい、でも今エリエールは使ってますよ。エリエールじゃないわ、エリエール、アリエール、アリエールはな、あれじゃん、ティッシュだアリエール、まあそういう冗談もアリエールと面白くないでしょつまんないでしょ。まあだからそういう感じで、どういう感じだね、まあそういうのいろんなスーパーとかも行って、近くのスーパーと行ってこう買い物かご持っていろんな食材を買ったり、はい、だから最近なんかこう R1 とかね飲むんですけど、まあやっぱコンビニではね130円か140円ぐらいするんですけど、やっぱりドン・キホーテとか行くとやっぱり110何円とか20円安くなってたり、まあそういう習慣を出してやってますけどね。ちょっと安く買えたらいいなっていうちょっと主婦心ですよね。でも社長なんでやっぱりそんな別にお金の心配とかされないと思うんでそこはどうかなと思うんですけど、はい、私はちゃんとしっかりやってますよ。本当ですか、はい、そうなんですよ、はい、らしいです。でも本当そういう生活やってますんで、なんかもう嬉しいというか、まあでもプロ野球終わってからすごくそのカードを持つ機会があるんですよね。カードって言っても普通の銀行のカードとかああいうのじゃなしにタスポとか、あ、タバコ、いや、タスポじゃないか、なんだよ、俺さっき言ってるパスモですか、パスモとかああいうのを持って電車とか乗れる、ね、バスとか乗れるっていうのを。電車普段乗られるんですか。いやだから乗ったことないけど乗ってるよ。今は乗ってますよ。今は乗って移動しますけど、もうそれにちょっと感動して、でピッてやってもなんか止められたんですよね。このビービービーってなって何かなと思ったらお金が入ってなかったんですよ。なるほど、チャージしてください、はい、それちゃんとチャージすることも知らなかったという小田光平です。今日のこの頃です。はい、そうですね、もう本当そうなってきてますよね。でもね消費税も 10% になってから結構なんかいろいろと不便なもんとかいいもんとかありますけど、機械で動いてるんで僕もちょっとその流れに乗っていかないとなとは思ってますけどね。時代に乗ってください。はい、まあね、時代はね回りますからね、はい、回るよ時代は回る、喜び悲しみ繰り返しどこ見て歌ってたんですか。未来そうですか、いい歌声ありがとうございました。いい歌はそんなに、あ、そうですか、そんなにいっぱいいないと歌えないんで、あ、みんな見てるんで。本当ですか、恥ずかしいですね、バスに乗ってる時間長いんで、まあすごいですね、3時間半とか本当にだらなくて、一番すごかったのは松山から筑後っていうソフトバンクの3軍と試合するときが一番やばかったですね。ああ、そうです、バスの次行きます、はい、で寮から宇和島港に行って
って、それが1時間半ぐらいまでかかって、そっからフェリー乗って3時間。で、3時間でそこで大分に着くんですけど、大分からその筑後までが2時間ぐらいかかるんで、まあ大変ですよ。疲れちゃいますね。まあ僕はやらないですけど、試合に。まあでも船とか乗ったことなかったんで。まあすごいですよね。バスごと乗るんでいいなと思いながら、なんかいい経験させてもらってるなと思いますけど、まあでも長いですね、移動が。例えば名古屋とかに、まあ東京だったらいっぱいあるんですけど、名古屋にその移動するときに松山から名古屋までっていうその飛行機が朝と夜しか飛んでないんですよ。だから昼に飛んでないんで、その昼に移動するときはもう新幹線で潮風っていうやつに、松山駅から岡山まで行って、岡山から名古屋に移動するんですけど、その潮風の松山から岡山まで行くときが大変で、何が大変だっていうと、トイレがね、結構大変なんです。なんでですか？聞きたいですか？聞きたい。教えないです。なんで？怖いって教えない。あのね、女の人もそうなんですけど、普通におしっこする、すいませんね、これも YouTube なんでいいと思うんで、おしっこするときこうやって持つとかあるじゃないですか、もう半端なく動くんですよ。あの潮風ってこんな動くんですよ、どんどん。男性の場合ですね。だからあっち飛んだりこっち飛んだりするわけですよ。やだ。だから絶対にあの電車が止まってる時に僕おしっこします。やばいんですよマジ。乗ってきてみたんですよ、潮風。ほんと潮風に風に乗って本当にやばいですから。ちょっと質問いいですか？それ座ってすればよくないですか？いやだから座ってしたらもうこんなんじゃん。いや揺れるだ、いやちゃんとこう揺れて、で一緒じゃん、こうやってバーって揺れるんだから。その方がこけるか分からんじゃん、座ってたら。え、だからこの座るやつじゃないから。あ、次の立ち小便。はい、いや、違う立ち小便、うん、立ち小便。あ、男のやつか、うん、そう座れないですね、うん、だから、あそこで座ってたら変な人だしマジで、どうしたんだみたいな。どうしたんだちゃんとどうしたいのって聞かれるの、逆に質問されるの。あそこどうやって座るの、あっち向いて、こっち向いて座るの、どう座るのちゃんとあの、いやでもね、本当にすんげー揺れるんですよ。だからちょっと気をつけた方がいいですよ、あのこれで潮風に乗られる方で、僕の応援にあの愛媛まで来てくれる方、あの潮風は気をつけた方がいいです。で、松山から岡山から、名古屋に移動するんですけど、これ判明して潮風に乗らないもうちょっと40分ぐらい早い移動の仕方を見つけたんです。これ何ですかそれは。言えますまた、ですね、まず名古屋から移動するときに、先じゃないよ、広島まで行っちゃうんです。広島まで行っちゃって、新幹線で広島からちょっとタクシーで走って、まあバスでもいいんですけど走って10分か15分ぐらい走ってフェリーに乗ります。スーパージェットっていうのが1時間で着くんです、松山まで。それに乗ります。それが40分ぐらい早いです。以上、40分早く行ける交通手段ってことですね。そうです、なんか旅行みたいですねそれね。まあ僕仕事旅行では一回見たことないですけど。そうですか、仕事なんですか。いや船乗るの旅行のイメージだなって思う。まあ社長はそういうあのやっぱり豪華客船とか多分乗ってると思うんで、多分そうなると思うんですけど、いやでも本当にそういう移動もいいですね。でもやっぱカープファンとかが、松山のカープファンとかすごく行くので、広島のユニフォームを着てる人が多いですね。赤いやつですか。そうカープ女子。いや女子とは限らないですけど、男もいるんですけど、もうユニフォームを着た人がすごい乗ってます。なんか面白いです。全面赤ですね。赤ですね。怖いですね、ちょっとね。大集団がダーッてきたらね。うん、でもあんまり怖くないですね。そうですか。さきさん怖いですか。私こと怖いです。怖いです。僕は別に。赤いのいっぱいになって。逆になんかもうそういう時に、中日がもしか勝ってたら、ジャイアンツが勝ってたらって思うと、自分のいたところなんてすごく嫌な目で見られるかなっていう。すぐハゲなんてわかるんで。はい。まあでも今日も YouTube、ハゲちゃんを見ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。本当にありがとうございます。また3回、4回、5回、6回、なんかそんなに言うと、なんかビボバレみたいな感じになっちゃうので、続いていくので、またまた楽しい、まあ、こう期待とは言いたいし、また次誰かと会うとかなったら、言った方がいいんかな、これね。どうなんですかね。次誰と会いますみたいな。次はどうなんですか。ね、予告もしたいし、まあ、スタッフの方が OK ということで、次は誰と会うとか言いますんで、その時もぜひ、まあ、毎日見てほしいんですけど、ぜひ、で、あと、これはね、1回目にちょっと言うの忘れたんですけど、苦しい時ね、例えば嫌なことがあったりする時、多分、この、見られてる方いると思います。その時は、このやっぱり、あの、ハゲちゃんを見て、もっと苦しくなってください。逆に元気が出るんじゃない？出ない。苦しくなる。うん、出ない。俺の顔じゃ出ない。なるほど。うん、これは間違いない。私はでも元気になってきました。あ、本当ですか？それはちょっと異常ですね。はい。あの、異常ですし、あの、でも元気出ないと思います。でも、あの、楽しい番組なんで。あのこのハゲを見てちょっとでも落ち着いてくれたらなと、思います。
さあ今日もね、いいお話をして、なんか楽しいお話でしたけど、はい、はい、最後にまた皆さんとお別れしましょうか。はい、はい、さあ行きましょうか。はい、行きましょうか。行きます。3、2、1、やりました。炊飯器じゃあ